だからこそあの人に僕らと和解してほしいと思っている。和解ですって、そんなことを望んでいる態度には見えないわ。あの人はこんな世界で終わる人じゃない。小さな首輝きを振り捨てて七つの世界の王になる人だ。そのためにたくさんの人の暗い心をあらわにして悪しき夢を呼び込んだの。絶望の黒い沼の中からあの人は必ず立ち上がり蘇る。僕がそれを助けてみせる。そんな目で見るな七白メイ。1000万の東京市民を絶望に追いやり、光太郎さんの周りの邪魔者に退場してもらう。そうすれば光太郎さんは必ず。あなたの思う通りになどならないわ。光は闇の自由にはならないから光なのよ。気取ったことばかり言うな。同じ使い捨ての実験体同士、絶望したことがないなんて言わせないぞ。それは否定しないよ。どんな人にも暗い気持ちはあるわ。でもだから希望もまたあるのよ。その希望は僕が生み出すものだ。お前やあの女たちじゃない。この基地とお前のエンパシーを確認、城を作り出す。波紋の陣は完成し、星の虹は僕のものになる。孝太郎お兄ちゃんは必ず来るわよ。有機作用を手に入れるのは無理そうだが、もう一人には個人的に前から目をつけていたんでね。そのパワーがあれば必ず分かってもらえる。必ず。かわいそうな人ね、あなた。黙れ。僕もお前も戦争のために作られた化け物だ。人間なんかじゃない。僕らは式神だ。作られて使役される鬼だ。その僕らの城が本当の神を作り出す。黒き悲しみに染まった式神の城を。どうだった？ダメだ、全く足取りがつかめない。畜生、一体どこに。あの子今頃寂しい思いをしてるはず。早く見つけ出して差し上げたいのですが。子供をさらうなんて、よりにもよって最低なことしやがる。陽動であるにせよ、これが最初からの目的であったにせよ、後手に回りすぎたわね。しかしこうなってきたら闇雲に探すのは無理かもしれんぞ、光太郎。じゃあどうするんだ。お前にはこういう時のやり方もちゃんと教えたはずだがな。情報の洗い出しだったよな、確か。そういうことだ。こうしていても拉致が開かないのは分かってるだろう。分かってる、分かってるけどよ。こう、光太郎さん、こうしている間にもメイちゃんがどんな目に遭わされているか、でもじっとしてられねえんだ。光太郎。高幸さん、
その気持ちは俺も痛いほどわかる。でもメイもあれで一級の戦士だ。そうそう滅多なことはない。今は源之丞の言う通りだ。まずは情報を整理して最初から調査をやり直す。これが結局一番の近道だと思う。くそ、分かったよ。とりあえず事務所に戻ろうぜ。再調査の準備をしないと。いや、孝太郎、お前は先に別の仕事を片付けてこい。なんだ、おっさん、別の仕事って。お前さんの妹を病院まで送ってやれ。いくらなんでも連れ回すのは良くないだろう。そうだよな。すまねえ、月子。お前の体のことを忘れて引っ張り回しちまった。いいよ、子。私もあの子のこと心配だったから。それに、まだ元気だよ。今が元気でも、そろそろ限界のはずよ。ほとんど外に出たこともないんでしょ。おとなしく帰りなさい。後のことは心配しなくていいわ。こう？ふみこたんの言う通りだな。まずは帰ろうぜ、月子。送ってくから。してください。私たちが引き続き調査しますから、月子さんは休んでください。ごめんなさい、足手まといになってしまって。そう落ち込みなさんなって。助け合わない人はいない。こんなことを迷惑だとも思わさ。それよりしっかり休むんだぞ。はい、それじゃあ一足先に。じゃあ行ってくる。頼むぜ。任せてください。月子さんのことお願いしますね。ああ。じゃあ行ってくる。大丈夫か、月子。うん。なんとか。ごめんね。とりあえずここに一旦下ろすぞ。確か車椅子の方が楽だったんだよな。今借りてくるから待ってろよ。うん、お願い。車椅子持ってきたぞ。あっちで医者も待機してくれてる。ありがとう、子。大丈夫か、月子。すぐ連れてってやるからな。うん。どうしたんだ、月子。苦しそうなのに笑って。なんでもないの。ただこうして辛い時でも
頼りになる人に一緒にいてもらえると心細くなくて嬉しいなって。月子、あの子今頃寂しい思いをしてるはず。月子、ごめんな。今日はお前についててやりたいけど、できねえ。その代わり、メイちゃんのこと必ず見つけ出すよ。こう。うん。わかった。お願いね。でも、無理しちゃダメだよ。ああ、わかってるよ。こう、だいぶクタクタみたいね。メイちゃん、今頃どうしてるんだろう。大丈夫かしら。せめて早く見つかれば。あれ、あなたは。こんにちは、月子さん。覚えてますか。僕です、カナン・レイです。ああ、プチ太郎くん、もちろんちゃんと覚えてるわよ。でも今日はどうしたの？誰かのお見舞い？ううん、違います。今日は月子さんに会いに来たんです。私に？あなた。病院の中にいる人たちの時間は止まってます。もっとも主観時間ですけどね。無駄ですよ。今ここで動けるのは僕と月子さんだけなんですから。何者なの？あなた。もう隠す必要もないか。ずっとあなたを見ていたんです、城島月子さん。光太郎先輩の一番大事な人。私を？はい、僕はあなたが大嫌いなんです。先輩を縛りつけて不幸せにしている。先輩はあなたがいるからこの町を離れられない。だからこう思ったんです。あなたにいなくなってもらって、先輩に幸せになってもらおう。体が動かない。月子さんだって思ってるでしょ。さよさんがいなければ自分が元気ならって。
その望みを叶えてあげます。来ないで。私はそんな風に思ってないわ。それにコウはそんなことを喜ぶ人じゃない。気に入らないな、その目。自分が何をしてるのか全然分かってない目をしてる。あなたにはきつかったかな。体力を少し奪っただけなんですけどね。さて、さあ変われ、本当のお前を見せろ。この宝石の前では人は醜い欲望をあらわにせずにはいられない。失った先輩の心は僕が手に入れるんだ。あの巫女にもあの魔女にも誰にも絶対に渡さない。僕があの時助けてもらったように今度は僕が先輩を救うんだ。あなたとメイの力があればそれができる。おっさん、どうなってんだよ、俺。どうしてこんなに手がかりがないんだ。手がかりが集まってないわけじゃない。焦るな、コウタロウ。けど、もうあれから何日も経っちまった。今もメイちゃんがどんだけ辛い思いをしてるのかと思うと。コウタロウ、お前の気持ちはわかるつもりだ。だが今は…え？コウタロウ、お前さんの電話じゃないか。え？ああ…なんだ？病院からだ。どうしたんだろう。はい、久我です。え？はい…はい…いや、こっちには…とりあえずそっちに行きます。どうした、何かあったのか、コウタロウ。月子がいなくなったって。点滴を打つはずの時間に病室にいなかったから看護師さんが不審に思ったらしいんだけど、どこを探してもいないって言うんだ。買い物に出てるとかじゃないのか。